プラープダーユンは、太陽国の小説家、グラフィックデザイナー、映画脚本家である。2002年に、東南アジア文学賞受賞。1973年8月2日バンコクで、ネーションマルチメディアグループの経営者、編集者でもあるスッティチャイユンと、雑誌、ララナーの編集長をしていたナンタワンユンの息子として、生まれる。陽明は君。 テープシリン中学校卒業後に渡米し、1997年にニューヨークのクーパーユニオン芸術学部を卒業。1998年、太陽国軍の兵役に就くためにタイに戻るまでニューヨークマンハッタンでグラフィックデザイナーとして仕事をしていた。兵役終了後、プラープダーは様々な雑誌で短編やコラムを書き始める。その頃から短編集。 エッセイ集、小説などを出版し始めている。テレビ番組の脚本も行い、タイの絹織物賞ジムトンプソン失踪に関するストーリーの絹の結び目を制作。また、映画脚本も書いており、ペン・エグラッタ・ナル・アーン監督による、地球で最後の二人、インビジブル・ウェーブも手掛けた。2002年、29歳の時に、存在のあり得た可能性で、 東南アジア文学賞を受賞した。2004年には、大政府文化賞芸術局の依頼により、スマトラ沖地震に関する作品を作成。同年に出版社タイフンブックスを設立した。2003年から2007年まで雑誌、アイスコーリムにてエッセイを連載。2008年5月より、エスクアイアシでエッセイを連載中。日本の文化への造形も深く。 たびたび日本を訪問している。ありがとうございます。